飲もうかな。曲線が交わるとね、綺麗ですよね、はい、動きが、この牡蠣、実はおろしたてで、どんなのか今初めて入れると分かんないんですよ、難しい、おしゃれだけど、この中の形状とかも今、触ってみて分かった、生けずにオブジェになりそうな牡蠣ですね、そうですね、この縁がね、もうちょっと引っかかるかなって、意外とね引っかかつるつるそう、ちょっと頑張って完成なのかちょっと分かんないですけど、とりあえず最後は結構頑張りました。ありがとうございます。今日の出来はどうですか。時間の中では十分頑張ったかなと。ねえ、すごく素敵。塊の話をしたんですけど、こっち2つダリア使ったものとオレンジ色のバラのところはちょっとした塊になってて、こう、そうですね、僕の中では、スーパー銭湯の泡風呂なんです、例えばなんでさっきからよくわかんないんです、入ってると泡と泡の間から泡が出てくるじゃないですか、
あの泡がそれぞれ花で、はい、同じ高さ同じ向きにない、うん、その中で微妙な高低差と左右差をつけて広げていった塊っていうふうに僕は思う。そうですか。そうです。そんな例え話で何が分かりやすいんだろうって思って。なるほど。名前をつけるとしたら銭湯。いや、銭湯じゃないです。タイトルに僕は花のタイトルはつけたことがなくて、はい、基本的に生け花の世界でテーマないんですよ。ましてやできた後テーマつけるのが微妙や。そうですね。テーマの元でやってるんじゃなくて、そう出来上がって、あできたで終わっちゃってて。なるほど。じゃ2台みたいな。みたいですね。はい。ちょっとね、生け花の世界を垣間見そうです、垣間見る、そう、垣間見ていただけたかなと思います。もう一回、はい、あとその生け花の一つ特徴として言い忘れてたのが、花器と上の花が一つになって作品になるっていうことですね。だからお花の花器は道具ではあるけど、厳密な道具ではなくて、作品の一つっていう、はいところです。なるほど。ここがアレンジメントとかとちょっと違うっていうところですね。はい、そうですね。はい、ちょっと考えるっていう。なるほど。ね、なんか素晴らしい作品を入れてくださって、山下さんも、山下さん、山崎さん、山崎さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。素晴らしい。お配りさせていただいてますけれども、ちょっと素敵ですね。お花をね持って帰るっていう。そうですね、ちょっと太いがちょっと折れやすいので、ね、折れたらこんな感じで皆さんうまいこと見せていただければ。確かに確かに、今日ね参考にしていただきまして、はい、本当にお忙しい中、このようにたくさんの方にもお集まりいただきましてありがとうございます。もう感謝の気持ちでいっぱいです。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。で、これで会は終了したいと思います。本当にありがとうございました。